こんにちは、マサです。よろしくお願いします。というわけで今回はですね、まあ、マップが出てると思うんですけど、まあ、去年北海道、まあ、初バイクで行って、まあ、2週間ぐらい走ってきたんですけど、まあ、今年もなんと北海道に、まあ、行くことになったんで、まあ、ルート紹介とかそういう、まあ、どんなプランで考えてるかっていうのを軽く紹介したいと思います。まあ、動画としてはもう数分で終わっちゃうんですけど、まあ、最近あんまり動画投稿できてないっていうのもあるんで、まあ、一応活動報告みたいな感じですね。で、今回は北海道に行くとは言ったんですけど、あんまり北海道をメインで走る予定はなくて、一応また今年も大洗からフェリーで行こうと思ってるんですけど、まあ、大洗から、まあ、小前まで、フェリーがこうあるんですけど、一応今回はですね、帰りをもう東北の方帰って帰ろうと思ってるんで、こっちからこっちの北海道を攻めるっていう風な感じになります。一応去年に関しては大体なんですけど、まあ、こうぐるっと回ってこんな感じの、まあ、ルートで、まあ、ちょっと細かい部分は違うんですけど、まあ、2週間ぐらい走ったっていう感じだったんですけど、ちょっと今回はこっちの方を攻めてみようかなっていう風に思います。というのも、北海道フェリーで行こうと思ったら、例えば小樽だったら、まあ、ちょっと小樽かどうかわからないですけど、こう新潟方面とつながってて、苫小牧だと、まあ、茨城とつながってるんで、まあ、どうしてもこっちの函館方面っていうのは結構ぐるって行って帰るみたいなルートか、東北を経由しないと走れないんで、まあ、この機会で一応行っとこうかなっていうふうに思います。でですね、僕は大阪が実家なんですけど、一応この新潟から大阪というか、まあ、京都の敦賀の方なんですけど、こういうフェリーも出てるんで、今回のルートは、まあ、こう函館まで行って戻ってくるのもめんどくさいんで、今回のルートは苫小牧で札幌、友達いるんでまた札幌であって、で函館行って、でここ函館と青森ってのが、フェリーでつながってるんですけど、一応大間もつながってるんですかね。確かこの前調べた時は青森とつながってたと思うんですけど、まあちょっとこれどっちかわからないんですけど、いずれにせよフェリーでつながってるのでこっからまあ東北の方に行って、で東北の日本海側、青森とかも秋田もとかもまあそうなんですけど、まあ山形とかもそうなんですけど、まあ、あんまりその東北の日本海側ってあんまり走れてなかったんで、まあこの機会にちょっと行こうかなっていうふうに思います。ですから、まあ大体ここの黄色でやった感じのルートで行って、で、最後新潟からフェリーで今度、敦賀の方に行って、で、大阪の実家でちょっと一旦帰ってゆっくりしていこうかなっていう風なルートを考えてます。まあ大体ルートとしてはそんな感じで、まあ日程は多分そんなにも、まあ長くても1週間ぐらいかなっていう風な感じになりますね。そこまで走る予定はないですけど。まあ今回、バイクのカスタム結構してるんで、まあ特に大きなカスタムはそのジビの、まあフルパニアとか、まあ積載に関してはそのジビの、まあ、トレッカーアウトバックフルパニアやっと揃えたんで、まあこちらは僕のツイッターなんですけど、まあこちらまあ使い勝手どうかなっていうのもちょっとチェックしたいなっていう風な感じなので、まあ長期ツーリングのテストみたいな感じですかね、ほんまに。あとはまあシートバック、まあ防水シートバックをまたちょっと購入したんですけど、まあヘンリー・ビギンズデイトナのやつが、今一応、SW モーテックのドライバック600っていうやつを使ってるんですけど、それが多分横幅が70センチぐらいあるんですよね。で、横幅が70センチあると、ここの、トップケースの横幅が多分55センチぐらいかな。確か50センチとか、まあそういう幅やったんで、ちょっとここが多分はみ出る感じになるんですよ、若干。となると、前回その東北に行った時は、はみ出てるんで、こっちの左のサイドパニアだけつけてたんですけど、この左のサイドパニアの蓋の開け閉めが結構だるかったんで、デイトナの、まあデイトナというかヘンリー・ビギンズの防水シートバッグ60リットル、まあ容量は60リットルで同じなんですけど、横幅がちょっと抑え気味になってるんで、まあちょっとそれを使ってみて、どんな感じの開閉具合かなっていうのを確かめてみようかなっていうふうに思った感じですね。まあちょっとこれで
開けたり閉めたりするのができないってなると、まあ、結構そのフルパニアと防水シートバッグ組み合わせるっていうのがしんどくなるんですけど、まあ、ちょっと使ってみないとわからないんで、まあ、それを試そうかなっていうような感じです。で一応この右のやつに関してはこのマフラー分とスタンプで見えないですけど、マフラー分ちょっと横に飛び出してるんで、ここ右に関しては多分下の開閉は影響はないかなっていう風な感じですね。だからもうキャンプ用品とかはこっちの左側のサイトバッグでまとめてしまって、まあ右はちょっと出し入れしたいようなものっていう風な感じで使い分けようかなっていう風に考えてるんですけど、まあそこら辺もちょっと一応、まあ、チェックできたらいいなっていう風に考えてます。まあ、というわけで話としてはそんなところですかね。で一応もう夏の間に北海道東北と巡ってしまって、まあ、秋ちょっと余裕があれば九州も行きたいなとは思ってるんですけど、まあ、そこら辺はちょっと様子見というか、まあ、予定とかと相談してっていう風な感じになりそうです。で前回の北海道のツーリングレポートも全然動画にできてないんで、結局なんて言うんですかね、その全然レポートしようと思いつつ追いついてないでストックだけ溜まっていくみたいな状態になってるんで、まあちょっと頑張ってそこら辺も消化していけたらいいなっていうふうには思ってます。まあとりあえず今回はそんな感じですかね。まあまたツイッターの方にはまあ写真とか投稿していくと思うんで、まあそちらでまあフォローしていただければまあ幸いです。まあ報告ができる動画もちょっと頑張りたいと思ってるんですけどね、なかなか腰が重いです。はい、というわけで今回は短いですけど、まあここら辺にしたいと思います。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございます。